ボーダーコリーは、イギリス原産の牧羊犬種である。ボーダーの名称は、原産地がイングランドとスコットランド、イングランドとウェールズの国境地域であることに由来する。ブリティッシュコロンビア大学の研究によると、全犬種で最も知能が高いとされる犬種である。牧羊犬として、世界で最も使われている犬種と言われている。オーストラリアやニュージーランドでは、 牧羊が国の主要な産業となっており、当犬種は多大な貢献をしている。運動、訓練性能の良さを買われて、アジリティ、ディスクドッグ競技、フライボール、ドッグダンスなどの様々なドッグスポーツを一緒に楽しめる犬種でもある。消ドッグや家庭犬としても認知が進んでいる。8世紀後半から11世紀にかけて、バイキングが、 スカンディナビア半島からイギリスへ持ち込んだトナカイ用の牧畜犬がボーダーコイリーのルーツになったと考えられている。その後、イギリス在来犬種と交雑しつつ、牧羊犬としてイギリスの羊毛生産を支える重要な役割を果たした。一部はオーストラリアやニュージーランドに持ち込まれ、イギリスと同じく牧羊犬に用いられた。19世紀後半以降、 王皇貴族の調和を受け、華やかな消毒の道を歩んだ他のコリー種とは、対照的に牧羊犬としての作業能力が最重視された、ボーダーコリーは、外観やサイズの統一性にかけ、畜剣団体の公認は遅れた。本国イギリスのケネルクラブによる公認は1976年に、国際畜剣連盟の公認は1987年になってからである。 ブルーメルルボーダーコリーに認められる後発遺伝性、疾患、股関節形成不全、肘関節移動性、セロイドリポフスチン症、グレーコリー症候群、コリーアイ異常、低流抗がんなど、セロイドリポフスチン症は発症すれば死に至る病気である。クリア、キャリア、発症の3種類が犬に負担をかけない DNA 検査で判明し、 クリア同士の後輩で確実になくしていける疾患であるため繁殖前の検査、キャリア及び発症と判明した犬を繁殖しないことがこれからの健康なボーダーコリーを保守するために強く求められる。股関節形成不全、肘関節異形性は本犬種に頻発する。ほとんどが遺伝性によるものであり、若干が飼育環境や若年齢での過度な運動により発症する。 これら二つは、ジョットでの診断結果が JKC の血糖証明書に希望すれば記載される。検査方法、検査機関は外部リンクを参照。ありがとうございます。